マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。リンゴ酢を飲み始めて、たった3ヶ月で内臓脂肪がマイナス 5% も減。また、たった20日で血液検査の数値が正常値になりましたっていう嬉しいご報告が続々と届いております。そんなリンゴ酢ダイエット、今回は完全保存版、リンゴ酢ダイエットの全てをお話しいたします。ぜひ最後までご覧くださいね。話の流れはこちらです。1つ目、なぜリンゴ酢ダイエットでこんなにも痩せることができるのか、その痩せる効果と、2つ目、痩せる髪リンゴ酢ダイエット法ということで完全保存版をお伝えしていきます。では1つ目の項目です。ここはリンゴ酢のダイエット効果、美容効果を8つポイントにまとめてお伝えしていきますね。まず1つ目のポイントはこちら、脂肪燃焼効果になります。リンゴ酢がすごいのは脂質代謝をこうどんどん促進してくれるので、内臓脂肪を溜め込むのをこう防いでくれるっていう、こういう効果が非常に高いんですね。リンゴ酢の主成分の酢酸がこういった働きを促してくれるんですけれども、たった3ヶ月で内臓脂肪が 5% も減ったっていう、こういったねご報告もあるぐらい、リンゴ酢は脂肪燃焼効果が非常に高いっていうのが特徴。なぜかというと、他のお酢と比べてこの酢酸の効果が一番高いのがリンゴ酢だからなんです。リンゴ酢の効果2つ目はこちら、血糖値の急上昇を抑える効果が高いになります。こちらですね、糖新生といってブドウ糖を合成する反応っていうのがどうしても食事をとると起こるんですが、そこをですねグッと抑え込んでくれるのがこのねリンゴ酢になるんですね。なのでぜひリンゴ酢はお食事と一緒に摂取するのがおすすめです。リンゴ酢効果3つ目はこちら、便秘改善ですね。これもすっごく大事ですよね。リンゴ酢は酢酸が一番まあ強いということでお伝えしました。その酢酸の働きでこちら腸のね蠕動運動が活発になるわけですね。そうすると余計なもの、老廃物をデトックスできるから、結果あなたの代謝が底上げして、どん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 痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。リンゴ酢効果4つ目はこちら、むくみ改善になります。まあ、むくみってね嫌ですよね。まあ、しかも辛いですよね。細胞の間に水分が溜まってしまって、まあ、どんどんむくんでいくってことになるんですけれども、やっぱりこの水分代謝を司っている臓器が腸です。でやっぱりその腸が元気になるためには、このリンゴ酢の力が欠かせないってことですよね。そして、まあ、主にですねやっぱり塩分過多がむくみの原因の一つともなりますから、余計な塩分をどんどん出してくれる効果があるカリウムが豊富なのがこのリンゴ酢ということになります。リンゴ酢の効果5つ目はこちら、高血圧予防です。これもすごく大事ですよね。特に血圧気になっていらっしゃる方、リンゴ酢飲みましょう。カリウムが血圧を下げてくれます。で例えば軽度からね、まあ、中度のその高血圧症の患者の方はですね、こういった血圧を低下が 見れたっていうねデータエビデンスもありますので、ぜひね適量召し上がっていただきたいなと思います。また高血圧の方は塩分とても気にされますよね。その時に大活躍するのがリンゴ酢です。塩分の代わりにお酢を入れることで、その塩分のねこう味覚が増して、結果塩分をこう下げることができますから、そういった形で代用としてもお使いください。リンゴ酢効果6つ目はこちら、丈夫な骨作りになります。ここでもまた酢酸大活躍。酢酸どれだけすごいんだっていうぐらい、もう本当立派な働きにしてくれます。でこの酢酸のおかげで体内のカルシウムの吸収率をこう上げてくれますから、すごく効果が高いんですよね。結果こういったね骨の形成を促してくれますから、代謝が良くなるっていう、そういったいいサイクルを作ってくれるのがこの酢酸イコールリンゴ酢になります。リンゴ酢の効果7つ目はこちらです。疲労回復ですね。リンゴ酢といえば酸っぱい、酸っぱいといえばクエン酸です。このクエン酸があることでエネルギー酸性に関わる栄養素ですから、疲れた体にこうどんどんねエネルギーを与えてくれる効果が増します。ですから、あー疲れたなっていう時は、私もそうですが、ちょっとシャキッとした時は栄養ドリンクなんか飲みません。あれは添加物がたっぷりだから。その代わりにリンゴ酢ドリンクを飲むようにしています。リンゴ酢効果8つ目はこちら、美容効果になります。
クエン酸の作用で新陳代謝活発になって古い角質をどんどんね出してくれるっていう、こういった効果があるんですね。でまたリンゴ酢直接というよりは、私はリンゴ酢をちょっとお水で薄めたその液をちょっとね肌荒れしたところにこう塗ったりすると早く落ち着いて、肌荒れ効果にも非常に今中から外から両方効くのがリンゴ酢ですから、ぜひ試しに塗ってみてください。ではここから2つ目の項目です。痩せる紙リンゴ酢ダイエット法ということで、今回完全保存版ご準備しております。いろいろ今まで私もこのチャンネルであまりにも自分自身もねリンゴ酢が大好きなので、皆さんにいろんなレシピとか効果注意点をお伝えしてきましたが、今回この動画ではもう素晴らしいリンゴ酢のダイエット効果と、もう簡単にやっぱり続けていただきたいっていう完全保存版ということで、こちらご準備しています。もうこれね、もうベース基本中の基本ですね。1、まずはこういった純リンゴ酢使ってくださいっていうことなんですね。よくリンゴ酢がいいかなと思って一生懸命飲んでらっしゃる方の中に、残念ながら選び方間違ってらっしゃる方がいます。どんなものかっていうと、添加物たっぷりの純リンゴ酢ではないものです。で私がおすすめしたいのはこういった純リンゴ酢という、この原材料名を見ていただくと、リンゴ果汁 100% のみでできているいいものを選んでいただきたいですね。できれば国産リンゴ、これも国産リンゴなんですけども、国産リンゴで、例えば有機栽培で、オーガニックでとかね、そういったいいリンゴ酢選びましょうというのはもう大大大前提になります。で2つ目かといってですね、まあ、いくらいいとはいえガブガブ飲んでも効果は出ません。逆効果です。で適量っていうのがあります。それが1日あたりこのリンゴ酢自体は大さじ1から2までで十分です。で直接飲んではいけません。そしてね、飲み方っていうのはもうおすすめはですね、やっぱり私はリンゴ酢ドリンクが一番いいなと思ってます。ポイントはコップ1杯の茶湯、ね、ぬるめのお湯ですねに、このリンゴ酢を大さじ1、蜂蜜大さじ1をもう入れた簡単なシンプルなリンゴ酢ドリンク、私も毎日ね欠かさず飲んでるんですよね。もうね元気です。もうここ数年病院なんか一回も行ってないぐらいすごく元気、しかもリバウンドなしですので、もうぜひね一緒にリンゴ酢ドリンクのダイエットしていきませんかっていうことですね。そして3つ目、とはいえですね体質改善ですから、そんなね2日や3日で変わるものではありません。もう最低でもやっぱり3ヶ月、12週間は毎日毎日コツコツ美味しく飲みながら続けていきましょう。4つ目、ポイントです。いつ飲んでいいのか、ぜひ食事と一緒に飲みましょうということですね。やっぱり食事をするときに血糖値が上がって、それが脂肪となって変わっていくわけですから、それを最初から抑えればいいわけです。その時にやっぱりリンゴ酢の力を借りると血糖値の急上昇が収まって、イコール脂肪も溜め込みにくくなってってことになります。特にね体が酸性する食べ物、私もそうです。焼肉行ったりとか、ちょっと娘とね甘いもの食べようってなる時もあります。誰でもある。そういう時にさっとこのリンゴ酢ドリンク飲みますと、酸性と傾いた体液がこうさっとね弱アルカリ性に戻すことができて、イコール痩せ体制をちゃんとねリセットしやすくなりますから、ぜひ太りやすいなっていうものをねどうしても食べないといけないとかありますよね。誰だってある。そういう時にこのリンゴ酢の力借りていきましょう。そして5つ目です。冷やして飲まないでくださいなんですね。もうどんなにいいものも体を冷やしてしまっては元も子もありません。なぜかというと、腸が冷える、代謝が落ちる、太る、この悪いサイクルになってしまうんですよね。ですからリンゴ酢もそうです。冷やして飲むようなドリンクじゃなくって、ホットで先ほどお伝えしたリンゴ酢ドリンクを飲んでいきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回は私が大好きなリンゴ酢を使ったリンゴ酢ダイエット法をあなたにも完全保存版としてシェアさせていただきました。ぜひね日々の健康とダイエット美容に対してですね、このリンゴ酢を使ってみてください。もう必ずリンゴ酢あなたの期待に応えてくれると思います。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またご感想などコメントにいただけますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。